今日はね、これを作っていきたいと思います。はい、お湯を温めてる間にこちら作っていきたいと思います。こっちもね、作っていきます。はい、ちょっとね、沸騰してきたので1個目入れていきたいと思います。1回火止めます。で、今日はですね、ここの線あるんですけど、これよりも、これ普通のサイズなので、ここの線よりも1センチからね、1センチ5ミリぐらい低めにお湯を入れていきたいと思います。はい、ちょうどね、1センチ低めにちょっとお湯を、見えますかね、入れてみました。はい、これで閉じていきたいと思います。これで測っていきます。はい、これね、3分って書いてあるので3分待ってます。はい、3分経ってきたのでね、これ開けていきたいと思います。でね、少しお湯少ないんですけど、少しこうほぐしていきます。でね、もともと低めにお湯を入れてあったので、もうお湯ちょっとないですね。なのでここで水を足していきます。はい、これに水をね、入れていきたいと思います。でね、少し水を入れたのでちょうどよくね、なってきてます。で、その間に今度次のラーメンにね、お湯を入れていきたいと思います。はい、これもね、1センチから1センチ5ミリぐらい低めに入れてあげればいいと思います。はい、で、これもね、3分測って待っていきたいと思います。ね、この3分待っている間にですね、食べていきたいと思います。でね、まだね、水入れてもまだ熱いので、やっぱね、こうまとめて持ってね、冷ましてあげないと。コツとしては、これをまとめてね、こう持ってあげて、で、一気に冷やす。これ普通サイズなので1センチ5ミリぐらいね、下でしたんですけど、このビッグになってくると2センチぐらい低めにお湯を入れてあげて、あとその分ね、2センチ分をね、水を足してあげれば食べやすくなると思います。まだですね、もうちょっとこう冷まさないと。これね、ポットのお湯でいくといいんですけど、このね、鍋とかやかんで温めて沸騰した場合ね、なかなか冷めないんですよね。なのでちょっと時間がかかってますけど、いただきます。
ね、ラーメンね、冷まして食べるとちょうど3口ぐらいで終わりましたね。でそんなことしてる間にもう3分経ちました。なので今度はこっちのシーフードの方もね、開けていきたいと思います。これもさっきと同じような容量でね、ちょっとお湯が少ないのでこんな形になってますけど、これに水を注いでいきたいと思います。でこれも同じようにまだ熱いのでこう冷ましていきます。でね、さっき食べてたカップヌードルね、ちょっとこういうね、あの火薬が余るんですけれども、もうこれは麺がねもうないので、このスープをどうするかっていうと、後でこの佐藤のご飯をね入れていって、スープまでね一緒に美味しくいただければと思います。でこっちがねまだねちょっと冷めてないので、そろそろいけますかね。でこれも食べていきたいと思います。シーフードはね、個人的に好きなやつだし、上手に冷めたので二口ぐらいでね食べれました。あとはねこのご飯を入れて美味しくいただきたいと思います。これね本当はコツとしては、この1個目のラーメンを食べて2個目のラーメンを食べてる間にご飯を入れておくと、こう汁を吸ってふやけてくるっていうんですかね。これ基本的にあの電子レンジでチンするタイプなのでちょっと硬いんですよね。なのでこれ本当はね今日食べ終わったらすぐにねご飯を入れてあげれば、今頃ねこの2杯目のラーメンが食べ終わった頃にはこのご飯がねちょうど膨らんでるっていうことで、タイミング的にはいい感じだと思います。今日はねコジタ必見カップラーメンでした。